かね、こんな曲をバンバンやるんですよね。一曲ちょっとやります。聴いてください。殴れー。死にたい時にはつぶやく。死にたい時にはつぶやく。どうも、アボーズです。アボーズです。北中長です。ドライブドタグラです。岡野路です。おいおい、元気出していこうぜ。声が小さいよ。レッツゴー。というわけで、はい、青坊主久しぶりに、全国ツアーを開催することが決定しました。はい、というわけでボーカルからツアー名、はい、ツアータイトルを、はい、ツアータイトルは、はい、群青セブンティーンというタイトルでございます。はい、でその群青というのは、まあ、あの青色の、群青と、うん、この青の字があの青じゃなくて、今回の群青セブンティーンはあの感情の情とか、うんうん、劇場の情っていうあの字に置き換わってます、ね、うんうん、で、あの群青セブンティーンっていうタイトルになってるのを、田中裕二が発案の青春18切符的なね。そうだね、群青セブンティーンってのは続けて言ったら気持ちいいなっていうね、うん、あのそれを第一に考えました。群青セブンティーン。でもなんかそうやっていろんな感情が集まってこう一つの夜になるみたいな、群れて、うんうん、それで一個のものになるっていうような、なんかそういうライブの雰囲気がなんか見えるじゃん、その言葉的に、うん、はい、ね、しかもその17っていうのはね、ちょっとあの、うん、青春っぽい感じのね。そうだね、17歳とか、うん、17、本当に18、まあ、17年っていうのもあるし、うん、それでなんかこうしてすごいいいタイトルだなと。そうですね、思ってます。はい、はい、ということで、どんなライブになるんですか、内容的には。ですね、まあ事の発端は、うん、まあライブの内容としては2年前にやった、うん、年末にやった忘年会のテーマ、うん、劇が、事の発端になってましてですね、うん、はい、あの時のライブの感触が非常に良、かったので、これを全国的に、普及させていこうじゃないかと、そういう、企てが、発端になっております。 なのでですね、うん、まあ、激しい曲を中心にですね、うん、感情を揺さぶるような、うん、熱血劇場になるような曲、うん、拳が上がるような曲、頭が振りたくなるような曲、うん、人によってはまあダイブとかするのかもしれませんが、はい、まあ、そういうですね、元気いっぱいな溢れんばかりの思いの丈をみんなでぶつけていこうじゃないかと、おそういう感じのライブにしようじゃない。このライブをするにあたって、そんな曲だけでツアーできるのかなと思って、そう、ね、少し不安になって調べてみたら、はい、めっちゃありました。めっちゃありました。アウォーズ曲めっちゃあるなと改めて思います、はい、うん、もう100曲以上あるからね。そうですね、すごいな。まあ、その中から特にその感情が揺さぶられるような、うん、そして俺らもね、揺さぶりにかけられるような、はい、曲だけで、ライブをして、そういうライブだけでツアーをして、うん、本当にその、全ての感情が、まあ、群れなして、まさに群青というようなライブにしようと思うんでね、ぜひそこ遊びに来ていただいて、はい、一緒の群青を味わってもらいたいなと思うんですが、うん、そういうその曲的な縛り以外にもう一個テーマがありまして、はい、うん、今回その曲の縛りは、まあ、劇と、うん、エモというその、まあ、激しい曲でやろうということなんですけど、うん、まあ、それ以外にちょっと服装の、うん、縛りを作りまして、うん、はい、今回ね、青の服という縛りを作りました。はい、はい、なんだろう、その学祭とかもさ、一、うん、つのこう同じ T シャツを着てるとテンションがみんなで息が揃ったりとか、うん、あと俺らほら祭りでさ、うん、みこし会とかもみんな同じ服着てたりとか、お囃子会とかも同じハッピー着てたりすると、はい、こうなんかこううわーってこういう気持ちになる感じあるじゃないですか、はい、士気が上がるというか、はい、あの感じってやっぱ服装もあるんだろうなと思って、なるほど、まあ、今回その群青セブンティーンというタイトルにちなみまして、はい、青の、服という縛りを作りました。うん、まあ群青でももちろんいいし、藍染めの服でもいいし、うん、まあ、パステルカラーの青でもいいし、うんうん、まあ、そういう青系の服、を、1点でも、つけてきてくれると嬉しいなと思ってます。はい、はい、一つの、群青を作りたいのでぜひ協力お願いします。はい、で場所は5月21日の恵比寿リキッドルームを皮切りに、はい、全国いろいろちょっとここら辺に多分今出てます、はいはい、これ見ていただいて、はい、こう近くにね、あ近いなと思ったら、うん、ぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、
一緒に群青を作りましょう。というわけで以上、青坊でした。さよなら。さよなら。僕たちは輝ける影なく残し世界を投げた世界を投げた世界をぶん殴っちゃった。